おはようございます9月28日土曜日の朝ですえー、いよいよですね9月も終わりですよねまあ朝夕ですねだいぶ涼しくなりまして過ごしやすくねなりましたけどもまあ夜もクーラーなしで いけるかなっていうね感じになってきましたよでですね今日も CD です90年7月リリースの A 吉ですねあのー、まずこのアルバムの大きな特徴何か一つあげろと 言われればです、ね、えー、4曲目にですね「ダイヤモンド・ムーン」っていう曲があるんですが作詞がですね西岡です4年ぶり4作品ぶりに作詞にですね復活したと。 ね、まあ西岡鏡造が帰ってきたというのがですねまあ大きな特徴ではないでしょうかあとですね「ゲットアップ」ですよ、ね、夏のコンサートバラードで終わったアンコールがですねえー、引き上げても A ちゃんコールが鳴りやまないスタッフが電源を下ろす直前ですね A ちゃんがね一言言うんですよねあれ収まらないんじゃないかってよしもう一発行こうバラードで終わるのは良くない最後はロックだっていうね まあ、そういうね名言がありますけどもで最後にやったロックが「ゲットアップと」ということでございますでですねあのー、このアルバムえー、プロデュースはですねアンドリュー・ゴールドとの共同プロデュース ミュージシャンはですねスティーブ・ルカサーマーク・ジョーダンといったですねロスのミュージシャン面々が参加しておりますタイトルの英吉は「俺らしい矢沢士ができたと」とねまあそれでアルバムタイトルつけるなら もう英吉ズバリこのタイトルでいこうということに、ね、なったみたいでございますえー、まあライブ定番の名曲がですねありますよねまあなんと言っても「ピュアゴールド」ね、そして「ゲットアップ」 そしてカサノバとささやいて、ねえー、ライブでやるロックの定番曲が並んでおります、えー、まあ、CD なんでですね中はねこんな感じなんですけどねでですね、えー 中にですねこんなのも入っております東芝 EMI 矢沢英吉ロックグラスプレゼントまあ私これ出さなかったんですけどまあロックグラスはねダイヤモンドムーンで買ったやつをねまあ持ってるんですがまあ A ちゃんグッズでは定番ですよね。 ロックグラスあのー、まあ A ちゃんファン家で晩酌はこのロックグラスじゃないですかね今日はちょっとね部屋の方に今ないんですけどもまたね紹介したいと思いますはいということで今日は「え吉」ねアルバム「英吉」を紹介させていただきました では今日の「矢沢五六」でございます。「俺はすごく女房に感謝している」ね。ここで言う女房というのはアマチュア時代から A ちゃんを支えてきた最初の銀行員の奥さんでございます。 で、あのー、意外とですね、籍を入れたのが78年ですからね。まあ、結構遅いんですよ。えー、最初の奥さんとの間には3人のね、お子さんがね、あのー、いますけども、まあ、なんせですね。キャロル。 デビューしてからまあのー、っすぐ家に帰ってたみたみいです家賃も月1万7,000円風呂なしアパートのまま、ね、やっぱ幼少期時代の寂しい経験からですね家族は大事にしたかったという A ちゃんの気持ちがあったんだと思います。 でですねもうこの頃からジョニーとのすれ違いはねあったみたいですよ例えばですねあのキャロルの仕事が終わった後みんな遊びに行くとジョニーに一言言ったみたいです「スターがちょろちょろするもんじゃない」とかね金は1,000万手に入ったら」 300万使ってあとは貯金するもんだとかまあその辺結構ジョニー大蔵にしてみればほっとけよっていう感じだったみたいですよ。ねえー、まあ私のね個人的な感想なんですけど A ちゃん A ちゃんね 矢沢永吉という男はですね目の前にあるもの今自分の今自分の目の前にあるものをですね愛おしく思って大事にできるまあそういう男なんだと思いますよだからキャロル時代の家族を大事にしたいっていう 気持ちそのものは本当にねあの彼の正直な生き方だったんじゃないかなと思っておりますちょっとねあの生意気な A ちゃんねえロー行言ってしまいましたけどもご容赦ください。 ということでまた来週皆さん元気にお会いしましょうゲイラップゲイラップロックンロール